はい、こんにちは。こんにちは。なぜか謎のオフィスにやってきました。なんか多分世界初の取材ですか、ここ。そうですね、はい、世界初、映像としては、すごい、はい、VR でゴルフをするっていうものがあるらしいんですけれども、はい、VR ってやったことありますか。やったことあります。どんなやつですか。私、あのゾンビとかに襲われるやつです。めっちゃ怖かった。怖かったです。一人でキャーってやってました。その VR をやる会社のキャン R さんなんですけども、やっちゃいましょう。もう YouTube 見る人は気が早いんで。そうですね、やっちゃいましょう。早く見たいですよね。はい、はいはい、まずはこれをつける。こう、うん、目ですか、これ。そうですね、目が見えるようにこう耳にかけていただいて、こういう感じ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うわっ、はい、どうぞ。待って、はい、今ゴルフコースのあっちが見えてます。湖ですね。なるほど、なるほど。もう少し下がっていただいて、クラブ今見えますか。これを、はい、持っていただいて、はい、でですね、じゃあちょっとすいません、あのこちら側ですが、一応操作の正面になります。はい、で、あの、はい、そこを押していただくと画面が進んで、この中で、あの今あ、ボールがある。ボールが、はい、ありますので、怖いんだけど。最初ちょっと軽く、あの下にボールあると思って、はい、打っていただいて。本気。これ、はい、これ本気。これだと沈んでる。はい、では、まあ、ちょっと上下分かりづらいと思うんですけど、はい、そこら辺ですね。で、ちょっと軽く、あ、当たっちゃった。大丈夫です、大丈夫です。はい、で、もう一回玉のピラミッドを触っていただけると、はい、何度でも直しができます。あ、すごい。これね、ほんとすごいかも。打ちますよ。はい、え、最初ハーフスイングぐらいからいきます。はい、そんな感じ。どこい、あ、右にね。はい、はい、玉の軌道が見えます。で、結果がですね、あの左前ぐらいに、あのこういう風に表示軌道もね、ここにこう、はい、クラブがこういったよっていうのをビビ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 ビって、はい、まあ、撮ってる私には何もわかんないんだけど、ね、YouTube 見てる人はわかる。あ、すごい、フェースがね、開いて当たってるからね、握っちゃったのかな、これは。あ、はい、そういうことや。え、そんなことまでわかんの。そう、はい、はい、フルスイングとかおっしゃっていただいたりします。あ、こう振った。よくわかんないけど、チョロだ。ま、前、あの、結果が出てますが、何か書いてあります。空振りです。はい、ゼロヤード。これ、なんかわかんない。動き慣れてきた感じします。少しずつ、少しずつですね。そう、あの、早くしたりとかしていただけると。はい、当たった。あ、けど、すごい、右行っちゃった。クラブが重いんですかね。なんか、後ろから OB だな、あれは、きっと。結果が、ヘッドスピードとプレーンとフェイスが、はい、出てくる。え、え、これなんか38、ヘッドスピード、フレーン、オンフレーン、星3つなんですか。星が多いほど結果がいいってことです。なので、もうすでにかなりいい結果でして、で、フェースだけ開き気味。ちょっとまあ、このゲーム自体がちょっとあのフェースの、なんですかね、開きをちょっと強制することもあって、ちょっと開き気味に出やすいというのもあったりはします。当たり方、ヒット。距離は166ヤード。はい。お、いいじゃん、ちゃんと当たったじゃん。あれ、また開いちゃったよ。当てに行ってるのに。なんでだろうな。ちょっとこの中の作りがちょっとそうなってるっていうのがあるんです。どうなんですか、クラブの軌道は。自分的にクラブの軌道は、うん、なんかね、あ、こういう風にやってるか、こうした方がいいのかな、わかんない。ちょっとすごい、ピラミッドのボールの山の右の板2枚をちょんって押していただくと、こっち、はい、フレーン出ます。あ、こう、あ、ちょっと今身長には合わせてないですけれども、そうですね、こういうことですか。そうですね、前のプレーンと後ろのプレーンの間を通るといいので、プレーン自体はかなりいいです。なるほど、多分これがお手本ってことですよね。そうですね、その2枚の間を打っていただく。で、今ちょっとボタンを押しちゃったんですけど、あ、人間がいるここに撮ったプロのモデルが出てきたので、ちょっと下がっていただくと見やすいかもしれない。あ、下がるとね。あ、なるほどなるほど。これ実際プロゴルファーの動きを撮ったやつなので、まあ、スピードだったり、うん、ポジションだったりを真似していただくと、うん、結構ヘッドスピードは簡単に上がります。で、消すには見上げていただいたところにオンオフのボタンがあるので、正面の上にはいつでも消せます。こういう感じね。あ、オンオフで一回押
していただくと切れるので、プレーンも邪魔だったら消しちゃってください。もう一回、あ、プレーンは右下ですね。あ、これか。はい、でもこれを、あ、そうですね、見たまま打つことができますね。こうか、こう、あ、当たっちゃった。そうですね、もっと下、低く振る感じだと思います。今黒と青い、黒と青の板があるんですけど、その間が良いという。ここ、あ、そっちですね。あ、こっちですね。はい、そうですね、結構左に振ってった方がプレーンに近いみたいです。わあ、プレーンに合わせて打つ、いいんじゃない？器用だね。当たってきてるのか。でもやっぱ開いちゃってる。フラット気味で出たんですけど。ちょっと低いスイングの軌道みたいなので、ちょっと左に振りすぎですね。あ、今度はこっちにやりすぎ。あ、そうですね。あ、確かに。面に当たってると思うんで。思ったより、私この間ぐらいにやろうってやったつもりはすごい左でやっちゃってること。結構なので、結果が目で見えるので。へぇ、あ、でも後ろに上げてるな。そうですね、それもちょっとフラットっていう結果が出るので。いきます。あっ、これはいいんじゃないですか。はい、オンプレーンで出てます。あー、なるほど、はい、あ、それでも後ろに行ってる、はい、ちょっと低いってこと。なんか、本当はここら辺なのに、ここら辺で打ってる。そうですね、ちょっと上げるのが低いみたいです、ね、ここぐらいがいいんですね、多分ね。そうですね、もうちょっと上に上げてもいい。そうですね、これすごい練習になる。もう、ありがとうございます。おお、すごい、なんかいい音出ましたね。で、結果もなんか良くなってる。はい、あ、素晴らしい、これ満点ですね。飛距離がすごいことになるけどね。、はい、ちょっと実際より遅れちゃってるかもしれないですけど、満点ですね、これが。ヘッドスピード、三つ星が満点なんですけど、ヘッドスピードも高く、すごく速くて、で、はい、プレーンにも沿っていて、フェースの向きもスクエアですよ、うん、という。すごい。はい。いや、もうさすがです。確かに。めちゃくちゃ上手です。あ、でもちょっと低いな。どうですか。あ、でもめっちゃ右行っちゃった。ちょっとフェースだけが星一つで開いてるみたいで。開いてます。はい。打ったところ見ていただくと多分。こうなってます。そうですね。あとは出てるので。あった。まだ開いてる。あ、いや、これいいんじゃないですか。これいいです、いいです。確認してる。でもやっぱいろいろ気にすると今度下がっちゃう。低い傾向にあるみたいな。もっとか。上げるときが低いの。そう、上げるときがここぐらいになっちゃってるって感じで。もっとこの辺から。こう。難しいなぁ、ゴルフ。あ、開いた。これを開きやすく作ってるっていうのもありますね。ちょっと現実よりそこは。はい、あ、でも素晴らしいです。なんかね、スイングの軌道もここで見れるからすごいですよね。画面で見ても多分、あ、こうなんだな、あ、なんだなってなるだけだと思うんですけど、実際だってここに上がってるよみたいなのが分かるんで、ここまでこうしてこっちに行っちゃってとか、それはなんか分かりやすいというか、もう直感的な、うん、今までなかったものかなっていう、うん、そう実際ここに出るからすごいですよね。はい、残像が、クラブここ通りましたっていうのがここに見えて、でヘッドもどういうふうにこう開いて入ってるところまで見えるんで、あ、ほんとこんなになっちゃってんだなみたいなのが分かります。残すの低め、そうですね、軌道の特徴はちょっとそうみたいですね。これが見たい、このコツも。あ、別にどこから見ていただいても大丈夫ですよ。後ろじゃなくてもいろんな方向から、好きな方向。うわ、はい、もう自分が殴られる、自分がクラブで殴られる場所から見ることもいい。足がダイナミックやね。この方そうですね、足重視してる方なんですけど、こうやっていってるよ。結構こうやると真似できないんですよ。うん、雑誌とかだとできそうなんですけど。うわ、痛い。まあ、モデルは多分これからももうちょっと綺麗になったりする可能性あるんですけど。ここで止まるんだ。真剣に見てる。あっ、
ミンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のミンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした。100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください。はい、はい、バイバーイ。